完全に悪くない状態に僕たち入ってきてますから、うん、ボツボツだけどな、それもあれネストか、ネストかも。あ、本当ですか。あ、ネストだ、でっけえな。こっからが面白いとこだからどうすんだっていう、どうすんの、どうすんの。お、食ってる、まただ。しかもでかくない。さてと、山口君、はい、今日はなんだか相模湖のトップシークレット爆鳥二桁重宝を見せるという話だけど、どう？違う？いや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 、まあ、厳しいとは思いますけど、まあ、釣りが、いい釣りが見っかれば、ハマっていい釣果になると思いますね、うんうん、ドローカルが相模湖を攻めますということなんで、なんかきっといい話が出てくるんじゃないかなと思いますよ。はい、頑張りましょう。で、どんなプランで行くの？まず今日はとりあえず朝一はやっぱりまだワカサギ、産卵ワカサギが残ってるので、残ってるんで、それを狙った釣りを、釣りを展開しながらの、まあスポーニングも絡んでる時期もあるんで、浮いたメス、プリメスを、はい、プリメスを狙って、これから刺してくる魚を狙ってっていうプランを一応考えています。はい。しかもクリアですよ今日、とっても。そうですね。俺が一番ダメなやつだ。自分もこの時期苦手なんですけど。大丈夫だよ。はい。田辺さんがいるんで心強いです。うん。どんどんやってってください。はい。わかりました、はい。どこ行く？俺がアイアムエンジンマンだから。とりあえずですね、そこのワカサギが上がるシャロー。やっぱ相模湖はね、ジャスワカ持ってた方がいいね。チャートバック、チャートバックです、ね、このクリアの中のチャートバックを、このカラーがすごい効くんですよ。効くんだ。はい、この時期チャートバックが効くんだって。俺持ってねえな、チャートバック。本当ですか？いや、あんまり全然考えてもいなかった。あ、ちゃんとワカサギ入ってます。入ってますか？はい、ワカサギ入ってますね。田辺さん、この時期なんかはワカサギまだ全然追っかけて釣りします？いや、いればね。あ、いや、最終ワカサギってすごいやっぱり食うんだよ、うん、弱ってるじゃん。はい、そうですね、うん、最初オスだけで行っちゃうんだよ、うん、でオスだけで行ってる時よりはメスがそれに絡んだ瞬間の方がもう全然ビッグフィッシュ率高いから。あ、そのタイミングなんですか。そうだから一番いいのはこう引いててワカサギがコンコン当たる時なんだよ実は。お、来た、よし、おお、おお、違った、木だった絶対来たと思ったよ、ね、頼むよ見せるね最初からねえもう何の疑いもなく来てたよね。いや、もう完璧に今すげえいい感じにでかい魚が来ました。うん、俺も思った、全員思ったよ。そしたら次ははい、どこ行きますか？対岸ですね。対岸ですか？はい、はい、私ギルチャットです。これです。いいね。お、ヒラトップ？ヒラトップですね。いいね、大きな崩落で俺がやるそうな釣りだねやっぱこの時期のヒラトップって、うん、こうやっぱメスが浮いてる、中層に浮いてるような感じ。そうだよな、はい、まあ、ヒラトップ、深ベイト、その辺だよな。そうですね。で、そのタイミングで、しかもここは今崩落、うん、大きな崩落地帯なんですけど、沖にも結構立ち木が
立ち木というか崩落があって、うん、その崩落の、まあ、中層に浮いてる魚を、まあ、朝一なんでトップに引っ張って。そうか、うワクワクするぜ。お、バスがいる。いた？いますね、そこに。へえ、でかめ。泳いでます。45ぐらいですか。え、でかいじゃん。はい、泳いでんじゃん。泳いでますね、シャロン。あ、ネストだ。ほら、逃げてた。ほら、入ってたよ。入ってますね。めちゃめちゃいるじゃん。めちゃめちゃシャローいますね。じゃあ何に行くんですか。ビッグエスケープだよ。お、いや、あのメスが、メスじゃない、オスが、あのでかさのオスが入ってんなら、はい、もう完全に周りにもっとでかいメスがいると。でかいメスがいるであろうという私の釣りだよ。田辺さんがビッグエスケープツインで、自分がフトハッスンのフリーリグ。おお、いいんじゃない。で行ってみます。ビッグエスケープはフットボールヘッドですか。うん、7g で、この間からなんとなく7g使ってんだけど。そのビッグエスケープのフットボールヘッドって、うん、浮いてるメスをフォールでボトムというか、フォルムでボトムに引っ張るんですか。こう中層に浮いて泳いできたのが下向いていくんだよ。あ、見つけて、うん、完全にその釣りだよ、イメージは。だからあんまちっちゃいよりでっかい方がいいなっていう。あ、見つけろみたいな。見つけるように、うん、釣れそうだよ。まだだけど満水で完全に悪くない状態に僕たち入ってきてますから、別に雨でもないし何でもないんだけど、あったかいのと晴れと満水と、うん、なんかここら辺も春節が結構入って、うん、地形がコロコロ、あ、春節、そうだ、入ってたよな。そう、地形がコロコロ変わっちゃってるんですよね、冬。ほぼこそぎ浮いてる。お、ここに1匹。本当だ、いそうだね。いそうですね。じゃあ小ギルですか。小ギルですよ。ですよね。小ギルですよ、もう。そんな感じがします、めちゃくちゃ。なんか俺が小切れやってるとなんだよって思うかもしれないけど、これはね、本当に俺の中ではね、ビッグフィッシュルアーなんだよ。田辺さん、でかいの釣ってますよね、小切れで。釣ってるよ。もう嫌になるぐらいでかいよっていうのを。やっぱりビッグエスケープと小切れはもう、うん、鉄板だな、俺の中では。ビッグフィッシュの、日装カップどう、今年は。今年は1戦目が2位ですね。2位。今まで何回優勝したの、日装カップって。うーん、わかんない。わかんない。はい、だいぶ勝たせていただいて。風吹く前の北岸のワンドとかも行ってみたいですね。いいよ、どこでも。おー、田辺さん見に来ました。見に来た。ああ、やめた。やめました。やめた。ああ、見切りましたね。でかかった。40ちょいぐらいですね、多分。40ちょい。次は何ですか。匠ジグ。おお。アメリカ系ってさ、結構ホップなんだよ。へえ。それ系か、はあ、スイミングなんだよ。プワプワプワ、こう、この抜け方がさ。おお、いいっすね。生めかしい抜け方しますね。そうだろ。はあ、ほら、お、ほら、ほんと全然スタックする感じないよな。抜けた瞬間のもうこの動きがすごくいいですね。あうんってな、すごい。
動かして釣るジグっていうのを専門のまあムービング系だよな、うん、もう匠自信作すぎてさ、日本に持って帰ってきて、持って帰って使ってくださいとか、はいとか言ってまだプロットしか、この辺のプロットしかないんだけど、あいいよとか言って、じゃ田辺さん、あのバス釣ってください。俺から見えてないんだよ。少し近づきますね。あ、いるいるいる、あ、いるいる、あ、違う違う負けなかったよ、あそこを巻こうと思ったらシューって、待ってる待ってる、ナイスキャストだったりするなあ、これだ、お、行った。あ、やめるんだ、そこ、そこやめるとこ。バイトまで行かないですか。行かないね、もうちょいスッと入ってこないとな。うん、ネスとかも、あ、本当ですか。もう分からない、なんかフラ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 泳いでます。違うよな、やっぱネストじゃないな。40アップ50アップ、50アップどこ。ここにいます、ヘラの群れの一番上に浮いてる。一等今のカバーにパワーフィネス入れます。うん、いいね、だん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 あの行くぜって感じになってきた、うん、はい、食うのか、果たしてパワーフィネス。もう僕絶対口使いませんよみたいなバスで、うん、だよね。お、来た、お、よっしゃ、来た。フリーフォールで食いましたね。やばい、ロープ越し、やったじゃんでも可愛いな。16本、いっちゃおう、おお可愛い可愛い、ファーストフィッシュファーストフィッシュです、可愛いリトルエスケープの、リトルエスケープでフリーフォール、着いた時にはもう食ってたって感じか。そうですね、多分着底してフリーでふわーっと落ちる時に食ってた感じですね、うん、手堅いやつだね。手堅いやつですけど釣れそうです、誰でもって感じ。これはもう誰でも、誰でもだよ、はい、誰でももう気をつけてちゃんと着底後にフリーで落ちる間を待ってあげれば、うん、でももうこのサイズも食い出したんだね。そうですね、本当ですね、うん、この釣りってワンホール目が一番勝負どころなんで、まあ、着底ワンホールで少し待って、少し効いてあげて、で食って食べてなければ、また次のキャストっていう感じでテンポをちょっと早く釣りができるんで、そういうテンポを早く釣りしたい時なんかもいいですね。これはプンとか当たんないかな。本当っすね、うん、なんでこんな当たらないんだ。さあ悩んできましたよ、山口選手は。これこっからが面白いとこだからどうすんだっていうね、どうすんの、どうすんの、ここをどう切り抜けるかっていうのをみんなも見たいんだなで切り抜けられなきゃ切り抜けられないで、なんだそうか、やっぱりローカルでもそういうことなんだっていうふうに安心するとね。どうですかそれで。そうならないようにこっからあがきましょう。あ、そう、1号区、1号区行く、1号区の方巻きたいです。巻きたいの、巻きたいんですけど、いいですか。いいよすげえクリアなんだけど、これ大丈夫か、こんな、こんな見えてるんですか。泳いでないのかな。一回にここ泳いでないですね。お、あ、嘘、マジか、合わした、当たった、当たりましたね。はい、で、ひふみに行って巻きたいです。
ひふみで巻きたい。はい、巻きたいです。ひふみのシャロンを巻きたいです。はい、ひふみで巻きたい出ました。今日は昼から爆釣だと思ってたんだけどな、なんだよこれ。今日昼からチャンスな感じがすごいありましたよね。いや、すごいやった。はい。いや、でも絶対あるはずなんだよな。これ見る？ちょっとこぎるフットボールをちょっとやってみようと思う。ピラ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 してるよ、ピラピラ。お、食った。お、あれ、お、乗らねえ。さ、初めて当たりあったけど乗らない。え？食ってた。嘘。確定フォールで食ってた。だよ。いいじゃん。こういうことですか。そういうことか。こういうことか。そういうことか。ワンドに。こういうことなんだ。フラットに固執しすぎたってこと？そういうことかもしれないですね。僕たち釣れないねって言ってたら普通のバンクを打ったら普通に釣れた。釣れるってことですよ。こういうことだ。リトルツインだよ。こういうことか。そういうことか。こういうことだ。なんともないとこだよな。いや、こうやってやってスルーしちゃうようなとこでやるな。ちょっと考えすぎてんのかもしれないですね。普通に残り時間普通に打ってみろ。普通に。こいつがいいシーンでくれた。そういうことだ。そういうことだ。だからだ。だから釣れる人釣れるんだ。自分たちがワンドの中で入ってきてるでかいメスを狙ってるだけど、まだ入ってない魚が。駒が進んだじゃん。駒が進みましたね。ゲームが進んだ。バンクオフリーリーグずっとやったらまたポロポロってエバス釣れるかもしれないですけど。けど？けど、けどなんか自分たちが思い描くワンドのシャローでふらつくプリメス、うん、それ一匹は釣りたい。一匹は釣りたい。釣りたい。そしたらなんか自分の魚、まあタイミングとかで、そうだな、なんか釣れたっていう納得できるだよね。はい、普通の場所で普通にやって延々とバンクフリーリーグすれば釣れるのかもしれないけど、それはなんか今日の自分の探してた魚ではないっていう、うん、いいね、贅沢で。まだ2匹しか釣ってないですけど、ちっちゃいの。俺なんか何も釣ってない。抜けちゃうとか離しちゃうとか。お、食ってる。まただ。お、また。しかもでかくない？でかいんじゃないの？今度は。また。まただ。また。やったじゃん。またっす。
や、これは本物だ。これは本物だ。あ、しかもこれもまたプリですね。本物だ。体高がいい。よし。やばいやばいやばい。おっしゃー。またリトルチーム。勝てません。普通の場所だもんな。ですね。いいじゃないですか、山口さんの回は。スコアが順調に伸びてますよ。リトルシーン、これは面白い。こんなとこで枝掴んで守られてる。枝掴んで、はい、頑張れ。リグはフリーリグで、7g を使ってます。エスケープリトルティのカラーがワンドカワイイで、ロッドはストラクチャーの 6100H の ST モデルを使ってます。はい、お疲れさんでした。お疲れさん。夕方になりましたけど、めっちゃ厳しかったけれども、厳しい中やるね、さすが。いやー、確かもっと自分のやっぱこう、いやいや、追い求めた魚を取りたかったんですよ。そうなんだけど、その追い求めた魚はもう俺も全然食わせられなくて、でもその中でもじゃあって言ったらすぐちょい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 、じゃあまあとりあえずこっちでって言ったらもうポンポンポンって釣っちゃうからさ。そうですね、さすがですよね。もう相模湖の王者は。でも手堅いですよ、これはこれで、あの成立した釣りで。そうです ね、全然悪くないし、今むしろあのピネスじゃないし、ピネスじゃない、ちゃんと食わしてるし、はい、いいと思いますよ。でかいのも来る可能性あるし、ただまああれだね、もう一声この山をね、登り切って越えたいよね。越えたいですね。まあ俺も越えたいんだけど、まあこれが今の時期の難しさだよね。そうですね。まあ永遠の課題で頑張ります。永遠の課題で頑張ってください。じゃあそういうことで、はい、うん、今日はありがとう。今日はありがとうございました。これで許してもらおうと思います。おお。